精神科医カバサワ塩のカバチャンネル、今日は伊豆高原からお届けしています。質問いただきました。一日一食が良いのですかという話ですけども、これ人によるんですね。これもブレインメンタルに書いてあるので、そちらの方を読んでほしいなというふうに思うんですけども、人によります。メンタル疾患の方は1日3回食べた方がいいと思います。きちんとですね、メンタル疾患あるいはメンタル的に弱っているという方はですね、糖質というのも脳が必要な栄養素でございますし、私が考える健康な食事っていうのはブレインメンタルに書いてあるんですけど、必要な栄養素を摂るってことですよ。ダイエットとかそういうことじゃなくてね。だからダイエットとか痩せたいってことであれば1日1食っていうのもありだと思うんですけど、私は脳のパフォーマンスを最大化し、健康ではつらつとしてバリバリと仕事をするっていうことを一つの健康法の目的としておりますので、ダイエットとかは関係ないので、もちろん太ったりするのは良くありませんし、肥満とかも良くないですけども、脳のパフォーマンスを上げる食事っていう意味で言うと1日3食もしくは1日2食の中で栄養バランスをよく工夫するってことですね。1日1食になりますと必要な栄養素を全部摂るってことは無理なんじゃないかなと思います。野菜とかすげえ大盛りになっちゃうので大変な食事になってくると思うので、なかなか必要な栄養素を1食で補うっていうのは難しいと思います。私はサプリメントから栄養を摂るっていうのはどうなのかなというふうに思ってますので、基本的にサプリメント一応飲んでるけど、どうしても足りなくなった時の最後の砦的な意味合いなので、1日1食っていうのはどうなのかなというふうに思ってます。1日1食がものすごく私は最高に調子が良くて、1日1食にしたらものすごい今までよりも圧倒的に脳のパフォーマンスが高まって仕事もバリバリできて本当最高ですっていう方はやったらいいと思いますけども、私はやってみたけど全然ダメなので、人によると思いますね。私はビタミンとかミネラルとかそういう栄養素をねしっかりと取りたいという派です。精神科医カバサワ塩のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。